ピーが今日も可愛い、ありがとうございます。そんなことないです。休みが終わってしまうね。本当に休みがね、今日で終わりなんですけど、明日から1週間頑張りましょう。私も頑張ります。明日から1週間頑張りたいと思います。早速ラジコでクジラジ聞いてみたい。それは良き予習ですね。明日明後日出ますので、ぜひぜひ。お楽しみにしてください。明日一日乗り越えれば明後日はラジオがあるので、ぜひ聞いてください。こんばんは。解放が届きました。だって、ファンクラブですかね。ファンクラブの新しい解放かな。あ、メールが来たよ。だってメールが今来たって。メールが来たらしいです。あ、私もね、持ってます。今回は木ごとに衣装が選べて撮るのですが、私たち9期は前のめりの衣装で撮りました。前のめりの衣装で9期はみんなで選んで、前のめりの衣装で撮影をしました。あの衣装本当に可愛いですね。ああいう衣装本当に大好き。すごい可愛いですね。ね、可愛い。前のめり衣装好き。ね、可愛いですよね。そう、みんなで一個を決めるんですけど、それでやりましたね。実は何、ブックカバーみたいなやつがついてるんですけど、ブックカバーをこうめくってもらったら、なんかみんな全員が描いたなんか絵が描いてあるんですよ。私はどの絵を描いたか当てられた人いますかね。見つけられた人いるのかな。カバーがついてるじゃないですか、紙の。あれを取ってもらうと、あの裏に絵がいっぱい描いてあって、あれはメンバー全員が描いた絵なんですけど、私が描いた絵はどこにあるか分かった人がいるのでしょうか。いないかもしれません。多分分かると思うけど。そういうね、実は楽しさもあるので、ぜひね見てみてください。そう、届いてない方は届いたら見つけてみてください。実は裏もちゃんと絵が描いてあるので。ぜひチェックしてみてください。うん、まあ人によって、住んでる場所とかによって多分届くのはまあまばらだと思うので、今日届いた人もいれば明日以降に届く人もねいると思うんですけれども、まあゆっくり待っていただいて、届いたら
見てくださると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。最初の似顔絵、似顔絵どんなや、あ、最初の似顔絵はね、確かに分かりやすかった。でも今回も分かると思います。のでね、ぜひ見てみてくださいね。絵がいっぱい描いてある場所見つけたってそれは素晴らしいです。そう、楽しいね。すごいページ数がたくさんたくさんあるので、たくさんたくさんあるので、いっぱいの時間がかかるかもしれませんね、読むのに。結構アンケートだったりとかもなんかいっぱいあって、なんかすごいね、読むのが大変かもしれないですけど、ぜひ読んでください。あと今日ブログ書いたので、今何時だろう、あ、今9時半ぐらいなので、多分10時前後には上がるんじゃないかなと思うので、10時過ぎか10時よりちょっと前かぐらいにブログが上がるので、ぜひ読んでくださったら嬉しいなと思います。それもよろしくお願いします。今日何日だ、今日8か。うん、そうですね、早いね。ぜひ読んでくださると嬉しいですね。よろしくお願いいたします。イラスト左右のどっちかで迷う、まあまだね、届いてない方がいるのでね、いろんな人が届いて、あまりにもみんなが分かってなかったら、いつかヒントを出したいと思います。あ、肉まんだ、ありがとうございます。肉まん食べたいな。おでんも食べたい。なんかいいよね、冬のご飯は美味しいからいいよね。いいよね。ありがとうございます。あ、なんかごまちゃん飛んできた。なんだっけアザラシ、アザラシありがとうございます。今日誕生日ですって、おめでとうございます。焼き芋食べたい。私も食べたいです。誰か送ってください。うん、食べたい。どこに売ってるの本当に。なんか都会は焼き芋屋さんがないのかな。広島はなんかバスが回ってきてたんだけどな、バスというか、都会だからないんだよ。
もうコンビニでも売ってる。うん。いいですね。コンビニで売ってるの。コンビニ。コンビニに売ってるんだ。いいよね。でもね、高いよね。普通に買うと。1個でいくらするっけな、忘れちゃった。忘れちゃいました。最近なんかね、今まで全然なかったのにね、急にね、この2年ぐらいほぼねなかったのに、なんか急にねホームシックが来ててね、最近もマジで広島帰りたいなっていう気持ちになってる。冬だからかな、なんだろうな、なんなんだろう、多分なんだろうね、わかんない。今まで全然なかったんだけど、急になんか寂しくなってきたもう2年も経つからかな。今までは結構あんまそんなことなかったんだけど、そう、しかも最近はあんまりメンバーと会うことがなくなっちゃったからかもしれないですね。そう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 、ずっとみんなと一緒にいたりとかしたけど、コロナとかになってあんま人と会わなくなってね。それから昇格とかもしたから、やっぱ、ね、結構さ、なんだろう、一緒の公演に出ないってなるとさ、あれだよね、一緒の公演に出ないってなるとやっぱ一緒にいる時間少なくなるんだなって思って、なんか寂しいなって思う時間が増えましたね。そうそうそう、握手会とか、そうそう、公演とか握手会もないから、みんなでこうバンって集まるなんかのも減ったりしたから、なんかすごいなんか寂しいなっていう気持ちがなんかすごいありますね。もうなんか多分人に会えてないかなだと思うんですけど、なんか寂しいなって思い始めましたね。そう、本当にコロナなくなってほしいですね、早く。そう、本当に人肌恋しいなって思い始めてましたね。全然そんなこと思ってなかったのに、マジで思い始めました。なんか昇格できたのはすごい嬉しいけど、やっぱね、同期のみんなといる時間が減るっていうのはちょっと寂しいですね。うん、こんな感じなんだって思いました。いやー、なんかやっぱりね、なんだろうね、嬉しいけど寂しいみたいな嬉しいけど寂しいみたいな感じですね。そう、本当にそんな感じですね。嬉しい、寂しいね、やっぱり嬉しいけど寂しいですね。テロップが出た。ありがとうございます。あと3日で590日。ありがとうございます。最近のコンビニスイーツ全部を一緒で全部食べたいです。だって。確かに。確かに。うっぴにもっと会いに行きたい。あ、今月末でも。公演に出た次の日にまたイベントがあるので、でもね、もともとの券がある人しか来れない、新しくはもう来れないから、あとはもう使い切っちゃったっていう方もいるので、
残ってる方、剣が残ってる方とか、あとは前に来れなかった人はお話ができるので、21日ですね、21日には21日来てほしいなって思いますね。またいつかね、発売された時にはお話しま したいなって思います。なかなか、ね、そうですよね。まあでもいつかね、あるので、ぜひ会いに来てくださったら嬉しいなと思います。まあこういう状況なので、来れる人しかね来れないんだけど、来れる方は来てほしいなって思いますね。で、次はいつになるかわからないけど、今は振り替えなので、もう前の剣を持っている方と、あとまだ剣が余っている方とか、来れなくて使ってないよっていう方しか来れないイベントなのですか、ですのでね、余っている方とかは来れますので、ぜひ来れる方は話しに来てくださったら非常に嬉しきです。なので、よろしくお願いします。そうそう、今はまだね、名古屋でまだ、でもなんか亡くなったわけじゃないし、コロナが、だから本当に来れる方と会えたら嬉しいなって思っております。今何分だ、今何分ですか。今何分だ。43分だって。じゃあ45になったら教えてください。45になったら終わりたいと思うので、45になったら終わります。いや、ハートありがとうございます。かわいい。寒いですね。もう今日は日曜日なので、明日から月曜日なので頑張りましょう。はい。頑張りましょう、明日から。私も明日からね、また頑張ります。すごい、このなんか浮かんでくるやつ、めっちゃありがとう。はいはい。今日みずほのソフトバンクね、今日すごいよね、かのさん。私もね、ツイッターにね、公式さんが上げたツイッターの動画で見た、かのさん歌上手だったし、始球式もやっててすごかったです ね。あんなに歌が上手かったらいいなって思う、私も。すごいよね。ということで、そろそろ4345ぐらいかな。今日、今もうコンタクトはつけてなくて、今そうなのでね、ちょっと見えないので皆さんに聞いておりますが、多分体感45ぐらいになった気がするから、あ、45になりました。ありがとうございます。終わろうと思います。皆さんありがとうございました。また明日もやるので見に来てください。それでは皆さんありがとうございます。みんなおやすみなさい。バイバーイ。